てほしい。あ、出てほしい。出てほしい。じゃないともう情報少なすぎる。多分あの、このタイミングでも出てないんだから、うん、積極的に。サキさん、出ればいいな気がするんだよ。よくない？出ればいいな、超人抱え落ちだ。どうも、抱え落ち、超人でカミングアウトを待ってた。霊媒師がカミングアウトしたら自分が対抗で出ようと思ってた狂人はあると。あの個人的な考えですか？さっきさん。個人的な考えですか？どうぞどうぞ。あの個人的な考えとして、多分霊媒師を喋りたいっていうタイミングって最後らへんの状況なんですよ。そう、最後なんだよ。それその状況下で、あのさっきさんを最後まで残して、申し訳ない言い方するとすごい消極的なんですよ。だから正直もう霊媒師の話はいいんじゃないって言っちゃってる。この後霊媒師出ても信じないことってなると思います。なっちゃうよね。まあ聞くは聞く、もちろんちゃんと苦労出してるとか、まあ出してもらっても構いなさいよ。一つの情報として汲み取らせていただくだけです。じゃあ改めて振ってみます。 3,2,1 で言ってみてください。霊媒師お願いします。 3,2,1、いないからもう一浪しかいないって考えた方がいいんじゃないかな。これ主がさ、もしかしたら人狼の可能性があって、で今俺の考えはずっと同じで狂人で、でみちるさんと千葉さんは人間で、だから俺の中では高谷さん、まめりさんはこの4人の中のどっちか人狼がいい。これで今話、俺の中ではそういう風には見えていて、まめりさんでも志賀さんに入れたから、もし志賀さんが人狼だったらまめりさんって何票目ぐらいいるんですっけ。俺も2票目で最後です。最後が2番目。最後だけ決定なんです。決定なんです。役職このままで進むんだね。予想しにくいよ。出ればいないよ。いねえんだ。お客さん困ってる。毎回占い師に入れて霊媒に入れるってそんなつまんない話もないじゃないですか。いや、霊媒1だよ。霊媒1出ればいいんだよ。お客さん、お客さん、ここで当てれば強いですよ。はい、千葉さん、占い師どっちだと思います。俺はちょっとだけ今、ピンクさんだと思って、どっちかっつうと。じゃあ、俺もそうそう。え、なんで、ちょっと待って、だってさ、まあ、別に、まあ、あれなんだけど、俺だって、狂人で喋って、要するに潜伏はいるって、みんなにしてるけど、だって俺、そこまで今、だってね、シュガーさんが人狼だって考えてもさ、俺そんなに今さ、誰が人狼かわからない狂人だったら狙わないよ。どう思う？それとも俺がどう死んでもいいと思ってる狂人だから人狼だとわからない人に入れたってこと。どうなの？俺そういうふうなことはしない。いや、あり得るとしたらあなたが人狼。俺が人狼かってこと。あり得るとしたら。あり得るとしたら狂人だとかになるんですよ。はい。死んだ。いや、わかんないです。そうなってくる。別にそこが先端が狼だって限らないです。限らないけど、俺は今そっちの味方をしてるから今こそ霊媒師がカミングアウトできていない。一応これだけ占い師様の片方を喋っていただいたんで、ピンクさんも何かあれば言っていただけると思います。オーガナイズ反応してる。竹田さんどっちだと思いますか？そうですね、私狂人だと思ってます。あ、一致してるんです。じゃあ一致してるんですよ。そうでしょ。まあ、詳しい考え方はまず置いておいて、とりあえず一致してることは。さっきピンクは誰が？僕はミケルさんが最初人間だって。そうです。僕はそれで隠し狼を作ってるから、俺狂人だったら逆にポンポン投げますよね。今のはロータピンクがもしマグニスさんが投票遅かったから占いましたって言ったら割と信じたんですけど、そうじゃなかったんでまだ信念は上がってないです。さっき言ってた千葉さんが何で信じているのかっていうのも私聞きたいんですけど、あ、ここ何ですか？あ、高谷さんが最初の時に生き残ってたじゃん。あの最後に言った言葉がすごい神っぽくて、で高谷君俺死んだと思って、あ、村だと死んだだと思ってるから、そこから反射でまだそれくらいしか、すぐはない。そろそろいいっすか？投票先どうします？占い師に行くんですか、それともグレー行くんですか？完全グレーって誰でしょう？高谷さんって誰さんとかでしたっけ？俺はさっきは高谷さんに票もらっちゃったんで。うん、そうですね。私この状況で何も考えならもう一度高谷さんに投票することになってしまいます。高谷さんからの情報があんまり固定化、あんまり変動してないので。すいません、投票します。私の意見はちょっと状況あんまり変わってないので変わりません。
占いに手つけないのもちょっと怖いと思ってます。明日ちょっといい話が聞ければ嬉しいかななんて思ってるよ。俺も一郎だと思ってる。ピンクは狂人だと思ってるからです。で、霊媒がカミングアウトしてないことからもうそれを考えています。で、シガーサは俺自分だと思ってる。で、やっぱり俺はロップさんちょっと人狼でやるかなって思ってる。霊媒師やっぱ最後と喋ったら逆にそれって人狼分かりやすいよね。霊媒師って分かっちゃうからその作戦の人狼さんって人狼だと思って。非常に状況が難しくてなかなか喋れないんですけども大時はチンパンダライザーに聞いてみましょうかね。そうですね、アナライザー、はい、アナライザーの調子悪いですね。見られてる、見られてるお客さんに役立ってる。チンパンアナライザーによれば、まず、毛玉さんは超人格と超人と見てる。何を言ってみましょう。白丸に赤です。大丈夫です、大丈夫です。どうしよう。下情報を流させて、奥さんにお願いします。はい、発表します。グレーの中に3グレール3の中に二人がいると思う、二人同意と思います。なので3と2分の1いくよりも3分の2をいった方がいい気がします。でもゴゾロップさんは全く村にしか見えません。なんでこういう人が入っているか分からないんです。体が下げれます。分かります。私は両方出された人さんを信じていて、人か人狼かどっちかは分かんないんですけど、出会って投票した先がロップさんで、ロップさんは、まあ、私から言うと違う黒か狂人かから投票されてるっていうことだから、なんか違うと思うんですよ。でその中であのグレーの人で考えると、春高さんも考えてもいいのかなと思うので、投票します。永井さんが言ってることはすごく分かります。めっちゃ同意です。しかし私は春高さんは怪しいと思いません。春高さんは白く見てます。千葉さんも白く見てます。まさにローターピンクが分かんないんで、まさにさんは分かんないんですけど白目に見てます。高山さんも白目に見てます。ケラマン人狼に見てます。今狂人を切り切る理由が分かりません。そこだけです。ここは分からない。挑戦します。私は占いはケダマさん白出してくれたのでケダマさんを信じてます。で行くならやっぱり今日グレーの人、グレーの中に2狼いるかなって思うんで春坂さんに入れます。はい、まあちょっと最後になっちゃいますけど、まあ、この状況で入れるとすると、まあグレーのどっちかになるんですけど、まあ、僕にとってちょっと不利益な情報を来てるので、またすいません、いかねえぞ、春坂さん。あ、俺のあれ、潔白になりかかったから。以上で、今夜は今は春高、今日は春高さんが使われます。春高さんは何か言うのがありましたらどうぞ。私の勝手な推理です。この3本のどこかに絶対人狼います。絶対私を釣るべくして乗っかってきたやつがいる。私はそう読んでます。メモといて。楽しい生活を。
い、というわけでね、ニア目が終了して、で昨日釣られた人と噛まれた人ちょっと上がってください。ちょっとはい、じゃあ可愛い方からいこうか。はい、自己紹介軽く自己紹介、まあ、さっきもしたんだけど、普段は霞ヶ丘学院というアイドルグループで活動しています、白根崎と申します。初日髪来るとは思いませんでした。もうちょっとみんな髪優しいと思ってたんですけど、すごい厳しかったです。悲しいです。この後ライブあるのでそれを頑張りたいと思います。女の子に厳しい人狼ということで、今回はじゃあちょっと可愛くない方も紹介してみましょう。こんにちは、徹子だよ。いろんなもの広げちゃってるんだ。ぜひ皆さん見に来てね。意外と可愛いおっさんでしたね。どうですか、回収って。もうそうですね、回収2000メロゴに丸付けて予想した方は、名前か記号を書いて回収いたしますので、もうしてるんですか。まだしてないですか。してる人、いや、そうなんですか。2戦目、3戦目、どっちかでしかできないんですよね。今やるか、3戦目に取っておく。今はでもね、結構難しい感じで進んでたので。そうですね、はい、こちらですか。手を挙げていただければ回収いたします。はい、じゃあ回収いたします。名前を、まあ、正確性の場所に回収いただければ。さきちゃんと春高さんは人狼歴っていうのはどれくらいあるんですか。私は対人はほとんどやったことなくて、ネットは5、6年ぐらいやってます。ネット人狼ってそんなに昔からこうやれるところとかあるんですか。結構サーバーがいろいろ、その時その時で流行るサーバーあるんですけど、昔からあるサーバーもあります。最近もやってる。はい、最近もやってます。じゃあネット人狼からの資格っていうことで今日は。はい、初日死にましたけど。死にましたけど、残念。丸高さんは、私は一応発信としては私もテキストの方の人狼から始めました。一応何年前かちょっともう覚えてないんですけれども、一応私ゲーム実況、実況者ちょっとやらせて、だいぶ昔学生の頃若気の至りでやっていた時に、一応ネタの一つとしてちょっと人狼アーツやろうぜっていうのに何戦かしました。ああ、なるほど、はい、じゃあ歴でいうと結構長いな。まあブランクはすごく大きいですけれども、ね、先ほど言った通り対面人狼に関しては本当にここ最近1、1、2年でやっています。はい、はい、というわけで回収は大丈夫ですか。もう終わりました。というわけで、じゃあそろそろ長い夜が明けるみたいなので、どうなってるのでしょうか。書いちゃった人います？
なんか後ろの方でうなずいて残念、まあ、とりあえず僕は役目終えた僕は役目終えた。ただやっぱり怖いから先に釣っといた方がいいってこと考えて、で次釣られたら多分俺が狙われるっていうか、多分俺喋りますけど、多分ローターピンク釣られました。でその次になったら多分俺とみちるさんどっちかも釣られると思うんですよ、人狼の考え方としては。最後にあります、そう、僕はこれ高役に喋ってる、それだけは喋ってる。でも僕のことを信じるんであるんだったら高役釣ってほしい。でもそれが怖いと思うんだったらどっちか釣ってる。まあとりあえずちょっとビール一杯ぐらいで、これ真面目な人狼ゲームなんで、とりあえずですよ。おかしいと思うんですよね。いや、まあ、確かにおかしい発言したと思うんですよ。あれバグなんですよ。それの、これでバグない、おかしいんですよ、確かにこいつなんですよ。なんかさ、高谷さんつってケタバン、あ、ケタバンじゃない、ピンク残してもいいかもしれない。それでもそれはちょっと面白いですよ、聞きたいです。たとえそれで夜が終わらなかったらもう人狼って。どうですか、私何に寝ますか。ローターピンクに寝ます。ローターピンクに寝ます。頑張ったり間違ったりいろんなことするローターピンクに寝ます。あ、いいこと。すごい優しい、優しすぎる、優しい世界、優しいな。僕は高谷くんで聞きたい。はい、俺は今日さっきもずっと言っちゃったんですけど、やっぱ霊媒出てないってことは、まあ二人狼もあるかもしれないけど、一人狼の方がで二人狼だったら最悪乗ることもできるしってなれば、まあでもそっか、俺ロップさんがね最後に霊媒しって喋ったじゃないですか、まあ、最後に公表してくださいって喋った言葉で、そこからね、途中から来る人は信用するなっていう意味の言葉、今俺ちょっと理解力が伝わったんで、要するに今から出る人は信用する、まあそういうふうになるんですよね。ごめんなさい、理解力が伝わった。全然大丈夫だと思うんですけど、二人狼を警戒して、一応二人狼警戒するのであって、まあ、警戒して、これはさっき言ってこの二人のどっちかが釣られてっていう話し合いになるけど、今日の多分みちるさんはどう、俺のことは後ろがされてるんで信用してます。そこが高谷さんを今日行くっていうのも分かるんですけど、怖いよね。ちょっと待って、マジで今毛玉は真の占い師だとは思ったので、白角ですよね。白を最初に毛玉出してますよね。うん、まあ俺になるのは分かるんですけど、そう、いや、ここ、俺の目線はもうこれしかないっていうことだけは喋って、高谷君は誰が人狼だと思うかもしれない。いや、もう、ピクス。ピクスって言ったら終わるかもしれない。あー、なるほど。じゃあピクスしましょう。やばいっす、やばいっす。分かりました。あ、そっか、なるほど。無駄なちょっと釣り合わつかないと。ゲームを激しく混乱させてしまったことを、申し訳ございませんでした。まだわかんないから。ちなみに誰？じゃあ、はい、投票します。まあ、ローターピンクに入れようと思います。まあ、間違う時もあるが、お前は偽物だ、俺にとって。ゲームが続くことを切に祈っております。以上です。
はい、ということでお疲れ様で3夜目が終了しました。なんかバグがあったみたいな話がちょっと聞こえてる。バグあった人ちょっと呼びましょうか。あ、なんか詰められてる、めっちゃ詰められてる、ヤンキーに詰められてます。ちょっと呼んでみましょう。バグだらけの何バグだったの。バグだらけのクレチンジャーから来ました。クレチンジャー、ローターピンクでございます。もう次の戦いではこれはもう使えませんね。そうですね、壊れてるみたいな。ちょっと修理に出してきますから。ちょっとゲームを壊してしまうのは大変。なんか隣からすごい強い目線が来た。ちょっと話聞いてみましょう。誰が狼です。やめてあげて、やめてあげて。一応女の子なの、これでも女の子なんです。ちなみにクレチンジャーって言ってましたけど、クレチンジャーって何ですか。アニソンの、日本の文化を守るアニソン戦隊クレチンジャーでございます。なんかよく分かんなかったけど、もう、はい、朝が出るみたいなんで後で詳しく裏で話を聞いてください。というわけで夜が明けます。高井くん人間でした。村人の勝利でございました。はい、お疲れ様です。今回は村人側の勝利、村人2連勝ですね。結局全員村人で、さっきのバグの人が人狼だったんですかね。まあもう一回呼んでみましょう。じゃあ出演者の方。お戻りください。じゃあこれから真実の書を配って役職公開していきますので少々お待ちください。今回で予想シート使ってしまった方はちょっと残念です。霊媒師が出ないっていうとこから始まりました。まあ誰が誰だったんだかちょっと分かりづらいゲームだったかもしれないですけど、まあ、今ゲームマスターのコウさんの解説を交えて初日から、徐々に解説していきますので、